史上8校目の春夏連覇をかけて甲子園に出場し、2回戦で惜敗した県大高崎高野球部の夏が終わった。チームは創部以来初めて、秋から夏の群馬県大会で3連覇を成し遂げ、春の選抜大会では県勢初優勝の快挙も果たした。全国有数の強豪に成長したが、生まれたのはわずか23年前。きっかけは、一人の1年生の働きかけだった。 日の京子小さな空き地で2回戦で智弁学園に敗れ、アルプス席に向かって挨拶する県大高崎の選手たち、14日、甲子園でイコール大金踏み乗り撮影。初代首相で現在は道部 OB 会長の倉持裕太さん、38は共学科1年目の2001年に入学した。当然野球部はなく 高校でもやりたいと40人しかいない同級生の男子全員に声をかけた。半分が賛同して5月に同好会ができたが、学校がくれたのは野球ボール1ダーストバット1本、使われていない小さな空き地だけだった。放課後に雑草を抜き、小石を拾った。類を置いてダイヤモンドを作ってみたが入りきらず、2塁は少しマウンドに近づけた。 放課後は毎日キャッチボールやノック練習をしたが経験者は4人だけ。同好会では大会にも出られず仲間だけでわけのあいあいと取り組んだ。ミスをしても誰も誰文句は言わなかった